こんにちは、梅村です。ヒーリングアートって左手じゃなくて右手で描くの？今日はそんなことを話したいと思います。で、なんで左手を使うのかっていうところなんですけれども、まあ、これはね、私が昔は私も右手で描いてました。本当に14、15年ぐらい前。で、その時、やっぱりね、こう、誰でもそうだと思うんですけど、綺麗に描きたいなと思うじゃないですか。でも、そこがね、なんか、こう、綺麗に描きたいって思い始めると、自分の、その、できてないね、作品のできてないところにフォーカスするんですよ。で、まだまだだってなって、すごく、こう、自分自身を、否定してしまうんですよね。で、絵が描けなくなったってことがありました。で、もともとそのなんか美術をね、学んでたとか、美大を行ったとか、何かそういう美術のものを専攻してたとかっていうものはなかったので、その、ね、画家さんのように本当に素晴らしい作品が描けるかっていうと、そうではなかったから、余計になんか自分の、作品が、うまくないとか、いけてないとかってね、やっぱりこう苦しくなっちゃった時期があったんですね。で、その時にもうやっぱりこう書くことも教えることも辛いからやめようと思ってたんですよ。で、そんな時に本当にふっとね、メッセージが降りてきたんですね。だったら左手で書いてみたらって。でもどうせやめようと思ってたので、まあちょっと試してみようかなと思って、左手で書き始めました。すると、まあ、最初ね、左手で描くっていうか塗り始めました。で、なかなかうまく塗れなくて、本当にこう、小学生のこの色塗りかなっていう感じで、もう全然いけてない色塗りだったんですよ。でも、なんか塗り終わった後にすっごい爽快感があったんですね。なんかね、軽いマラソンをしたような爽快感でした。で、その時思ったんですけど、うまく塗ろうとかっていうことが頭のところから消えてたなと思ったんです。本当に無心になってただ色を塗っているっていう時間だったんですよ。で、そこであんまりそのパッと見てうまい、綺麗っていうね、ものではなかったんだけど、すごく自分にとって爽快感がある。だから、ちょっとこれ続けてみようかなと思ったのが、この左手で描くヒーリングアートの、まあ、本当の一番初めの原型になります。でね、その自分が、まあ、描きながら、そして受講生さんが描きながら、どんどん、なんで左手なんだろうっていうところが分かってきたんですよね。はい、いかがだったでしょうか。ヒーリングアートはね、左手を使って描きますが、もともとはね、右手を使って描いていたということをね、お話ししました。またね、なぜね、左手を使うのかとかね、左手を使うとどんないいことがあるのかね、お話をしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方お待ちしております。今日も最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。梅村千恵でした。